ごい。はい。どうしたん、さよたん。いえ、なんでもありません。少し考え事をしていました。そっか。じゃ、とりあえずあっちから回ろうぜ。はい、参りましょう。いずれにせよ、祀る神が違うだけで祭事であることには間違いなさそうですね。となれば、日の家具土の御子たる私が正体のわからぬ神に例なく近づくことは避けた方が良いでしょう。結局、特に何もありませんでしたね。ああ、そうだったな。まあ、でも、何もなかったんなら、それはそれでいいんじゃないか。ほら、頼まれたのは監視だしな。それもそうですね。何事もないなら、それもいいですね。ま、たまにはこうやって過ごすのも悪かないしな。サヨタンとゆっくり話せてよかったなーっと。俺、最近余裕なかったからな。はい、私も今日は楽しかったです。妹さんのところへ行かれないんですね。あ、もうこんな時間か。いつもならこの時間もう出かけている頃でしたね。何やってんだ俺。チクショー、バカやってるな。また月子に笑われる。俺、本当にバカやってる。教えてくれてサンキュー。俺、このまま月子のところ行ってくる。お気をつけて。って、せっかく走ってきたのにな。まあ仕方ないか。ふみこたんとこ寄ってから帰ろう。来たのね。ここまでのって、去年の12月以来。放っておけないか。
発。やっぱりここを目指してきてる。なんだと思う、カガチ。そうね、それが何であっても大差ないか。どうせは同じだもんね。来るなら来なさい。いくらでも切ってあげるわ。これで仕留めた？違う、新手が来るのね。はあ、キリがないな。さすがにこの量はちょっと応えるかな。はじめまして、月のお姫様。あなた、誰？おっと失礼。俺は通りすがりの騎士さ。光太郎の友人のね。光太郎の妹と聞いたからな。そうでなくても、君みたいなお姫様の危機は捨ておけるようなもんじゃない。姉よ、血はつながってないけどね。それは複雑だな。そうね、複雑かもね。人様のことはあんまり詮索しない主義なんだがね。そう、でもあまり詮索しすぎるのは女の子に嫌われる元じゃないかしら。これは一本取られたな。でもミステリアスな女性に惹かれるのが男ってやつの差までね。私の正体は内緒よ。あなたの言う通り、謎が多い方が魅力的でしょ。なるほどね。じゃあ残念だが別のことを聞きたいな。この状況に心当たりはあるかい？ありすぎてわからないわ。知っていることだけが全てではないし。まあ仕方ないか。じゃあ今は目の前の敵の方が先だな。大丈夫か？あまり長くは持たないのよ、この力は。少し休めば大丈夫。心配しないで。なるほどな。でも辛そうだな。なんなら部屋までエスコートするぜ。お姫様抱っこでな。ありがとう。でも平気よ。一人で戻れるくらいには元気だもの。あ、それと光太郎には黙っててほしいかな。
察してくれて嬉しいわ。複雑なんだろう。告げ口の趣味はない。それに綺麗な女の子の頼みは極力聞くことにしてるんだ。絶対って言わないところが素敵ね。昔の約束で懲りてね。以来俺は聞けない頼みってやつを一つだけ決めてやるんだ。それが何かは聞かないわ。それで愛子なんでしょ。そういうことさ。ありがとう。こうのこともよろしくね。これは大変だな、光太郎のやつ。さよちゃんもかな。手がかりなしか。手口が同じである以上、黒幕がいないはずはないんだがな。お、あれは。手作りチーズケーキの屋台か。ちょうどいいや。土産に買っていこう。ごめんよ。ケーキ2つおくれ。いらっしゃいませ。あと1つしかないんですが、構いませんか？ああ、1つだけか。切り分けるにしてもみんなで食べるには小さいな。とはいえせっかく来たんだしな。買わないってのもあれだよな。ありがとうございました。さて、いっぺん引き上げるかな。仕事お疲れ様。元気そうでよかったぜ。あのさ、これお土産一緒に食おうぜ。あ、チーズケーキ、いい香り。焼きたてのを買ってきたからさ、切ってやるよ。ナイフどこだっけ。そこの戸棚の3番目。お皿もそこだよ。私は小さくていいから、こうたくさん食べてね。いいのか？あんまりたくさんはどうせ食べられないから。それに、こうの食べてるところ、見るのが好きだもの。うん、わかった。ほら、切れた。これでいいか？それとも、もっと食べるか？うん、これだけあれば十分。ほんとだ、こりゃうまいな。ねえ、こう、今度の事件、もしかして大変なの？大変ってことはないけど、面倒だな。なかなか犯人の目星がつかねえ。けど、なんでそんなこと聞くんだ？ちょっとね、心配になっただけ。こうってば夢中になるとすぐ無理しちゃうから、どうしてもね。バカ、子供扱いするなよ。口の端にチーズケーキくっつけて言うことじゃないよね。しまった。本当に面白いね、こうは。かっこ悪いな。
面会時間もう終わっちゃうよ。今日は来るのが遅かったからな。じゃあまたな、月子。じゃ、始めようか、さよたん。あ、はい。よろしくご教授ください。じゃあ、最初の文から行くぜ。はい。そうだ、光太郎さんと二人きりで同じ部屋にいるんだ。I want to eat a sweet cake。前回の復習だから訳してみてくれ。二人きり、光太郎さんと。さよたん、おい、聞いてるか？はい。それは、俺は偉いのだという意味です。違う。違いますか？ほら、ここ愛が主語だろ。意味は私だよな。で、述語がまた光太郎さんを意識すると何もわからなくなる。おい、さよたん。すみません。結局、ほとんど進みませんでしたね。まあ、焦ることないさ。そうだ、教科書ちょっと預かっていいか？はい、構いませんが。ちょっと、俺なりに要点をまとめてみる。その方が自分の勉強にもなるしな。ありがとうございます。不出来な巫女ですみません。いいって。じゃあな、お仕事頑張れよ。ふう、やれやれ、終わった。あら、光太郎。お、ふみこたん。ごきげんよう、光太郎。いいところに来たわね。ちょっと頼まれてくれるかしら。刑務所のキムにね、荷物を持って行ってほしいのよ。差し入れかい？そんなようなものね。さすがに私では身内の面会で通すには無理がありすぎるでしょう。どうかしら。面倒な手続きはミュンヒハウゼンが済ませてくれるわ。ああ、そうだな。よし、引き受けるよ。キムさんには世話になったしな。じゃあ、準備は済ませておくから頼んだわよ。さて、言われては見たものの、まさか刑務所に来ることになるなんてな。キムさん、元気にしてるかな？お久しぶりです、光太郎さん。お元気そうで何よりです。また少し背が伸びたようですね。あ、そうかな。あんまりよくわからねえけど。キムさんも元気そうでよかった。